そう、すごい台風の時にね撮影したやつですね。そう、見てみてください。だけどずっとカメラを撮るのに集中してたら自分が撮られてるのに気づかなくてね。ありがとう。そう、ももちゃんが料理してるとこ初めて見た。あ、ありがとうございます。そうだよ、メンバーの料理してるとことかを間近で見ることとかなかなかないから。そう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 。そう、福岡に行きました、今日から。福岡でいいです。頑張ります。稽古が始まります。そう、今日なんていうの、顔合わせ、読みなんちゃら読み。もう本当に初めてすぎて本当にわかんない、なんか本当わかんないけど、本読みだ、本読み。早めに本を置きましょうって言ってて、早めに本を置く、セリフを覚えるっていうことかなとか思ったりして、なんか勝手に解釈したりとかしてました。もうなんか圧倒ですよ本当に。皆さんなんか本当になんていうの、初めましての人が私含めて3人ぐらいだった。あとはの方はもうなんかベテランの方で、うん、初めましてって言ってる方もなんか演技はしたことあったりとかしてめっちゃ上手で、完全な初心者がもう自分だけで、なんかなんか不安です、不安です。しかも私この STU の2期生とかの中では結構滑舌が悪くて、よくなんて言っとるんっていじられるぐらいの人なのに、気づけばもうすごいところに来ました。そうなんです、自信もします。でもまだ始まったばかりですもんね。でもそう、そうですか。でもきっとこの舞台を経験した後にはとまた一回り成長した私になってると思います。自信なさげ。頑張ります。そうです、
急に声が大きくなってるかもよ。声が大きいってなんか悪いとこないですもんね。そう、福岡寒いです。なんか公演とかイベントとかなると頑張って声を大きくしようとしてるんですけど、まあ、配信とかはちっちゃいですね。肩上がってる？緊張してるのかな？あ、緊張してる。また緊張が解けてないのかな？あ、そうそう、これ落ち着こう、自分まず落ち着こう。なんかめっちゃボサボサ出してるか。そうです。昨日はそう3周年ライブがあって、また京都なんかね、全然違う世界ですね。そう、お母さんのご飯食べれた。私の好きなお母さんのポテトサラダと、あとデミグラスカレー好きなんですよ。お母さんのポテサラ食べてからね、やっぱりこれだってなった。もうコンビニとかスーパーじゃ味わえないポテサラ。うん、これだ。確かに作り方は全然聞いてないや。マヨネーズをいっぱい入れてる気がする。ポテサラ、ポテサラって全然違うよね。なんか場所とか作り方によって全然違う気がする。ありがとう。そう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 。そうなんや。よいしょ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 。
そうだ、 M ステの M ステティッシュを家族に贈呈しました。喜んでくれた。持ってきた。でも使えやんって言うと、飾るかって言うと、そう親孝行になってますかね。そう、3個ほんと嬉しい。全部あげる。そう、あとね、部屋に入ったら、自分の部屋に入ったらお菓子が置いてあった。私の好きなやつ、私が好きなやつ、嬉しかった。梅の梅のポテチと梅のグミとか、いろいろ。よく私の好きなもの分かったねって言ったら、梅はね、私がね、小学校中学校の時からよく買ってて、好きっていう時に多分その頃の方を覚えとって買ってくれた。いつも今も好きやけど、でなんか弟にも私の好きなお菓子聞いて、これとこれじゃないって言って、選んだやつは全部弟が自分の部屋に持って行ったらしい。自分が食べたかっただけよ。そんなことあると思った。そんなことありますか。自分が食べたいだけやったね。しっかりしてますよ。ほんと仲いいですよ。全然怒ってないですよ。そう、あれですよね、 PR 舞台出張公演が決まりました。パチ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 。11月の5日です。そう、関西になかなか行けてなかったので、やっと行きます。関西のファンの皆様、お待たせ。関西に行きたいと思ってた方もお任せです。お任せじゃない、お待たせです。そう、他のホイテイトさんの劇場とかでライブとかも
全然初めてですので、ドキドキと楽しみですね。どうなることやら。たこ焼き食べたい。NMB さんの劇場も初めてです。前あの劇場の前までは行ったことあるんですけどね。うん、全国ツアーとはまた違うやつです。全国ツアーとなんか出張公演別ですね。近くにたこ焼き屋さんがいっぱいあるよね。迷うやつや、食べ比べできるや。よいしょ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 。全部好きですけど、ね、カメコエスティすごいよね。めっちゃ保存しとるよ。串カツ食べたい。串カツ大好きなんよ。でもね、本当に何年も食べてない。好きなんよ。二度漬け禁止やで。禁止ですよ。串、何でも好き。私ね、夜ご飯本当に食べ過ぎて久しぶりに10分目分の11分目食べた。なんかお腹めっちゃ空いてて、お母さんがどんくらい食べる？いっぱいって言ってしまったらめっちゃ来て、強かった。食べたけど、ちょっと動けなかった。すぐでも、そしてお父さんが早く風呂入りって。そうですよ。全部早いん。私はもういつも言うこと聞きますよ。そう、反抗期まだ来てないので反抗期、そうそう
ああ言えばこう言ってくれるけど、そうそうそう、なんか言ってしまったら、うん、そう、応援してくれてますよ。私昨日3周年のライブがあったんよって言ったら、知っとるよって言った。ツイッター見とるらしい。ツイッター見てるってことは、私のあの時々のあるちょっとあのハッシュタグを 見とるんか。見とるんか。でも何も言ってこん。何も言ってこん。いつの間にかないよ。配信は見てないと思いますよ。そう、私今日の朝なんか夢に遅刻しましたみたいな謎の文章を作って投稿したんですけど、今日あのそう顔合わせした、そうツイッターをフォローしてくれた子とかいて、その時は嬉しいなと思ったんですけど、自分のツイート見返して、待って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 、これ見られたかなって。これ見られたよね。最新ツイートだし見たよねって、そう気まずかった。ありがとう。そうてへと最後にてへとかつけとったし、待て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 。どうする、そういうそういう感じの子なんだって。てへっていう子なんだって。待って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 。うん。まあいっか。見られてない体で。自分の中だけで、てへって言ったことないけど、ね、あ、ありがとうございます。さあ、ツイッターの方もうすぐで2万人フォロワーさん行きそうで嬉しいです。もうみんなフォローしてるよね。2回フォローできないよ。1回しかできない。外したらダメだよ。
ありがとう。外したらどうなるか。またフォローできると。外したらフォローするってなると。そういうこと、外したらどうなるか。そういうことね。もし外したらどうしてくれるかってことね。普通に外したらどうなる。普通の説明してたわ。外したらどうなるか。どうもならん。どうもならん。ただ外れるだけよ。皆さんは外すことないと思うんで、まあ、そこは信用してるんですけどね。信用してますよ。外すことないと思う。知らなくていい。じゃあ来る。はい。おもろ。したら静寂が訪れると思います。ただ待つのは静寂のみ。アムラ、魂を嬉しい。寒いですね。でも結構厚いやつ着たから大丈夫か。寝るときは。スウェット二つ目なんですね。なんか今日からこの寒くなったの。雨が降って冷えたって感じだった。
ンバーのツイッターとか見よったら寒いってツイートあって、広島も寒いよと思った。マジか。てんこ盛りだね。生誕祭か、いつだ今日ね、いつなんやろ。でもね、わかんない、舞台があるからどうなんだろう、さすがにどうなんだろうかっていうとこありますね。そう、誕生日忘れるから言って、そしたらもうそうですね、平日しかないんですよね。平日でもいいですか？あら、どうですか？あら、結構いい、ね。早めに知れたらって感じですよね。行ってきます。もし平日だったらちょっと早めに言ってください。なんか去年結構早かったような気がするんですよね、なんかお知らせですよね。11月には確かなんかもう出てて、そうでしたよね、早っと思ったそうそうそう、早かったですよね。多分変わりないかもしれないけど、いてみますね。なんとなく行ってみる高尾さやか。
11月15にはお知らせあったか。早いね。そんくらいにお知らせあったらあれよね、調整しやすいですよね。休みとか取るの大変だもんね、いろんな準備とかね、あるし。場所、確かに場所どうなんだろう。あんな方がよく見える場所がいい。ねえ、どうなんだろうな。どうかね、どうかね、どうかね。どうなんやろうね。昨日の会場すごく良かったですよね。そうなんや、すごく良かった。ねえ、初めてですよ昨日の場所。先輩もいいよと。そう、全部段になってたからね。そう、 1列目2列目とかそこら辺からも段になってたよ。段差いいですよね。本当ですか、亀戸席の方よかったって。ちょうどいい感じの、そう、ありがとうございます。そういえば昨日ね、2階席はメンバーとか関係者の方がいらっしゃったと思うんですけど、なんか赤と黄色のペンライトの人がいて、誰なんだろうって思う。誰目立つからさ、なんか多分水色とかが多くて多分 STU 側なのかなとか思ったりしたけど、なんかその中で一人赤と黄色のペンライト持ってる人いて、誰って思って、そうしたら多分クルクルだよね。気になって撮ったんよ。あれクルクルよねって。多分ね、違ったらちょっと恥ずかしいけど、なんかツイッターの写真見たら私が見た場所のとこで写真撮っとったけ、
下手側。でも嬉しかったよ。関係者席で赤と黄色のペンライトとか見たことないから嬉しいですね。うん、面白かった。見送りがいなかった、いなかった、いないいない。そうですね。私がそう関係者として見に行ったライブとかって。なんか やっぱり見てくれたら嬉しいから昨日見ました。昨日は少し余裕はちょっとなかったんですけど2回見てるなと思った。すごい見てました。その2階に寄った先輩方とか後輩ちゃんもね、あ、そう、昨日もらった入浴剤をお母さんにあげた喜んどった。いつもね、なんか安いの使っとったらしい。え、そうなの？キさん泣いたの？え、なんで？感動した。ちょっと詳しく聞きたい。そう。お母さんね、お母さん、お父さんもね、そう、あの、温泉大好きだから。よく入浴剤入れとんのよ、お風呂。それがなんか大容量のやつの安いやつやったらしい。むきん喜んでくれた。あとはあれやね、お母さんの LINE のスタンプを新しくいろいろとダウンロードしないか。いつもしとんのよ。期限付きのやつ、キャンペーンのやつを。そう。かわいいやつね。なんかそう結構気にするけん、お母さん新しいの2回な。でもお母さんちょっと機械が得意じゃないけん、やり方がわからんのよ。けん私がいつもしとる。そう、私ね、機械得意な方なので、
なぜか。お父さんが得意やけん、お父さんの方の得意が薄ったのかな。そう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 、パソコン友達だね。やばい、もう時間になるわ。みんなありがとう。時計がないけん。硬いかまだ。さっき買った。1位。南波の久人さん、2位いわちゃん、3位せいやんさん、4位こっぺさん、5位まきまきさん、6位2学期は学級委員さん、7位アルトさん、8位みつるんさん、9位ラックアンさん、10位ソウルメイトさん、11位犬ちゃん、12位かたむつりさん、13位きちねさん、まいせんさん、たんたんさん、まさきさん、メガバイトさん、たてさま、なおなおさん、けんたろうちゃん、しんじさん、おじさまひろったよさん、ゆうきにゃんにゃん、あおちゃん、たかおたんじろうさん、くごぴょんぴょん、はやりんごさん、ごじゅあっぷくん、こぶやきさん、大西くん、プライベートジェットさん、にのまるさん、たかおごんやん、りんさん、ありがとうございます。寝れそうです。移動中爆睡しちゃったけど、まったり、じゃあまったり、本当に最近成長したなって思うこと、この足のね、親指のところのさ、皮がさ、めっちゃ熱くなっとんのよ。多分結構ローファーとか衣装の靴がさ、ローファーとかヒールとか履くことによって、この親指のところだけすごい
熱くなってんの。そう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 、ペンタコみたいなやつになってんの。すごいよ。でけんさ、人間さ、どんどんなんか皮膚がね、なんか熱くなるみたいな言うやん。なんか膝もさ、あざがいっぱいできたらさ、慣れるみたいな言うやん。すごいよね。私いまだに膝あざだらけなんですけど。あざだらけなんですけど、いつ成長すんか。昨日短パン履いたけんさ、パッてさ見たらさ、膝がさなんかさ紫色になってさ、これ大丈夫なんて思ってこれ大丈夫。紫色化してて、でもね、出来たてのやつはさ赤いんですよ。あれ、もう色がちょっと薄くなっとる。確認、今確認。出来たてのやつはそう、なんか赤い、ピンク色の赤い感じ。ちょっと痛いらしい。でも今見たら、昨日より全然薄いわ。なんなんもう。え、でもこれってなんか明後日残るって言いません、色が。薬の塗ったらいいんかね。え、そう、別に痛くはない。明後日まあまあ残る。私もちょっと聞いてくれんと困りますね。あざーす。少しぐらいのある、本当ですか。気にしてしまうよね。もうすぐ終わりますね。おやすみなさいです。